ブンブンブン8月ブン。いや、なんか8月8日だから歌ってみたかったんだ。はい、ということでやってまいりましょう。ブルーホースでございます。バイオハザード RE2 実況プレイパート忘れた。素晴らしい匂いだよね、本当に。もうなんかゲロとうんこと、これ以上名言を避けておこう。こっちにしょったまがあったっけ、確かね。あったね。オッケーオッケー。よし、じゃあ戻りまして。前回、映画編で、なんとかその、黒いものが見えないかなと思って頑張って見たものの、残念ながら、まあちょっと閲覧することは不可能だったということでしたので、まあ今回からね、地下施設地下施設持つ先。全然登れないんだけど。で、こいつをね、起こしましょう。ということで、下水道編ということでね、進めてやっていこうというふうに思います。で、まぁ、ちょっとここがどこまで進めて、めっちゃ来てるわー。このゾンビ、初めて見たときは普通のゾンビかなと思ったんだけど、よくよくね、顔近くで見てみたら、すっげえヒゲ生えてんのよね。で、近い。あー、ちょっと待って。あー、そんなつもりなかったのに、この仙人みたいな口しやがって、この野郎。仙人みたいな、口じゃねえな、仙人みたいなヒゲが。まあ、仙人には程遠いけどな。返せ。生きてんのかよ。オッケー。足ちぎれてるし。で、こいつは生きてんのか？なんだよ。意外としょぼいじゃねえか、死神さんよ。で、あそこに寝てる、飲んだくれちゃんはボコボコにしばいておこう。ほい、ほい、ほい。で、コンパートでどこまで進めていくかだよな。意外とね、区切り方が結構難しいパートだったりするんで、めちゃくちゃ長くなるか、もしくはめちゃくちゃ短くなるかっていうところなんだけど、あれ、こいつ起きないのか？これあれかな、上からじゃない、下から帰ってきた時しか開かない、起きないパターンのやつなのかな。まあ、とりあえず、まあ、15発ぶち込んどけば、まあ、起きることは永遠にないでしょう。後ろでなんかめっちゃ歩いてるやついたわ。あれ？お前、腕どこやったの？誰かにやられた？大丈夫？もうここまで縛りとけ大丈夫だろう。で、ここはいなく、あ、いたね。ほい。近い。おう。クリティカルヒート。ありがとうございます。じゃあ、ここ降りていきまして、あ、そっか。こっからやつ出てくるんだ。レッドハーブじゃない。ブルーハーブ手に入れとかないとまずいやつだよね、これ確かね。よいしょ。素晴らしいニューターン、素晴らしいスライダーでございますね。クソ、ほんと文字通りクソなんだよな。丁寧に言うと、いるんだよな。どうしようかな。こいつ始末していくの楽しんでいく。でもこいつをぶちのめすのに一体何十発弾をぶち込まなきゃいけないかっていうのがあるかな。ここでこの中に行っといたら、いきなりあれか、いきなり出てくるのが強化バージョンか。あのね、右、左肩がにね、包まれている、なんていうの？あれはなんて言ったら、たまたまちゃんって言ったらいい？に包まれている目玉をね、ちゃんとあらわにしてからじゃないと、ぶちのめすことができない。強いな、ちょっと、ひるみたまえ、全然カッチカチやないか。ちょっと、出てきたはいいけど。いけるか。足が。倒しておきたかったけど、出てくるよね。はいはいはい。殴られるのかよ。マジか。あ、そんな落ちあったのか。やべ、ちょっと、これは回復しておきたい。ついに行けろ。あれ、出てこない。出てきたよね。やべ、離れろ。あー、これだ。これ後ろから逃げとくべきだったかな。そうだね、こっちに行って、で、パイプを置きながらこっち進んでいくことで何か生み出そうとしてるか、もしかして。これ。来てないよね。あ、オッケー。あ、生み出した。めっちゃ生み出してるわ。ちょっとゲロ吐かないで。痛いのです。やばい。で、これをできるだけ。目玉がギョロギョロしてる間に、つ
強いウイルスってこうあからさまにここが弱点ですってこうさらけ出そうとしてる感じがするんで、ね、C ウイルスなんかだったら光ってるここを狙ってくださいザンス。あ、OK。ああ意外と体力。いやーでも多分75発くらい撃ってるはずだな。いやーほんとなんかもうちょっとこう楽に倒せる敵が欲しいな。せっかく無限武器使ってるんだからね。まあ贅沢言わないか、あの無限武器のおかげでねいかに楽して進ませていただいてるって。楽ではないな、なんだかんだあのタイラントでハードモードになってるかな。どっちかっていうとあの楽というか安全に進めさせてもらっているっていう感じだよね。そこが重要、安全かどうかが重要。安全じゃないとやっぱ気持ち的に、あの僕心臓弱いんで、あの胸がドキドキねしながら進んでってるわけだからね。デスゼット F 収蔵ファイト降りて、でもう一個降りて、一着地。めっちゃテカテカやん。あ、ちょっと待って、上半身までテカテカなってるぞ。それどういうことや。まあそれはいいや。ということでエイダちゃん、嫌な音だ発見。嫌な音だ、嫌な音、匂いじゃなくて、あ、そうか、匂いは素晴らしいんだ、どこだ忘れてた。エイダ、あどうしよっかな、これあれだな、悩むとこだけど、ちょっとコンパート短くします。あのこれを先進めていこうと思うと、あのクイーンとキングのあるところに行くことになるんだけど、キングとクイーンを手に入れるところまでやると多分相当な時間がかかると思うんで、なぜなら G の巣穴たちのところに行って、 G の巣穴たち、 G たちの巣穴やな。巣穴たちって巣穴複数形じゃない、一つで。あんなもん複数形あってたまるかって話だ。ということなので、まあ、もうちょっとだけ進めて次回パート進め、全然当たらへん、コースが乱れてる。次回パート進めやすいようにだけしておいて、で、次回パートかな、次回パートでクイーンとキング手に入れるところまでやっていこうかなと思います。ここのアーカイブなら、そうだよね、うん、とあるところに向かう。とあるところってどこなんだろう、この間に何してたんだろうな。これやっちゃう、あ、まだ生きてる。あれか、全然当たってなかったんだな。あ、ちょっと待って、今完全にあの肉片が飛び散ったよね。 OK。 じゃあここでこの中何入ってたっけな。とりあえずガッツァイ228212。あれ今いけてたっけ。あ、いけてた、よかったよかった。今なんか13で止まってるみたい、気のせいだったね。ああ、ショットガンか。 OK。じゃあ、 まあ次進めていきましょうかと思ったけど、あ、そうだ、終わるんだった。あれだ、なんだっけ、あの巣穴たちに行ってしまったらね、あのとんでもない時間かかることになるんで、ちょっとアイテム整理だけ済ませておいて、次回パートからね、あのガシガシ進めていこうというふうに思います。ごめんなさい、ちょっとあの収録時間が短いんですけれども、あ、まあ区切りよくね進めていこうと思うと、やっぱ長いパート短いパートっていうのがちょっとねいろいろと前後することになるんですが、そこはまあご了承いただけたら嬉しいです。ということで、ストックも手に入れたし、まあ次回グリーンハーブも手に入るから、一旦はこのくらいのアイテムでいいかな。まあちょっと一応悩みどころだけど、まあ大丈夫じゃなかろうかっていうねところですね。で、これを1個、そう、ナイフはね、あの、手柄のところじゃないべって言われてるんでね、ここに刺しときましょう。はい。暗いかな？あ、違う。これ真ん中に持っとくね。で、あの、サイドにクイーンとキングが来るからね。OK。ということで、本日のね、動画は以上とさせていただけたらと思います。ぜひね、応援ボタンと、応援ボタン、グッドボタンとね、チャンネル登録ボタン押して応援していただけたら非常に嬉しいです。ということで、本日もね、最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら嬉しいです。さよなら。バイチャ。パンフレット。